happen to the rain again? Following a serpent stain, I come down every hole and I'm looking for the soul, but there's nothing left for tears. 1977年に新宿高校で大学卒業までして、それから岡山県備前市っていうところに修行しに行きました。It's definitely nothing like passing memories by。 備前っていうのは日本の洋行地の六古窯なんですよ、昔から。その中の一つの伝統的な備前焼きっていう焼き物も参加。土作りから言ったら粘土の原土から作り始めて2月以上かかります。で、粘土の状態になり上がったものから作品作って焼き上がるまでは3週間から4週間ぐらいで、自分の作りたい形が何から来てるのかは分からないですね。それを意識したことはないんで、もしかしたらそれこういうのが作りたいと思ったものがどっかで見たものを自分の中で多分蓄積していってものを作ってる感じだから、何か感銘を受けてそういう形を作りたいっていうのは分かります。焼き物自体は平面じゃないんで、こう360度どの角度で見ても景色になるように作られている。で、あと口に入れるものだったりするんで、そのバランス感覚ですね。いくら形崩していっても芯が真ん中にないと手に持った時にしっくりこないんで、だからそういう点は気をつけてます。パッと面に引くものでありたいっていうのは常に思います。あ、これあの人が作ってるんだなっていうような、そういうものが物に見えたら一番いいなと思います。